劇団アメラジ、でございます。ありがとうございます。はい、前回に続いてですね、はい、またむさい親父3人で、はいはい、この間まさかの、はい、まさかの今野くんの深掘り会の2週またぎになってしまうという、はい、そんなに重要な話なのかということですけども、はい、それはまた今週も今野さんですからね、されることいっぱいありますよ。いやでもありがたいです、うん、なんか、はい、今日も行こうと思いますね。はい、この番組はですね、はい、株式会社 L4 が運営します劇団、俳優育成の劇団、はい、アメーバプロジェクトが、うん、主催します、主催するのかな、はいはい、前回もここで噛んだね、なんかね、お送りする、はい、アメラジオにラジオ番組となっております。、はい、だんだんグダグダが広くなってくるね、これね。はい、はい、ですね、はい、今野孝之君のことを深掘っていこうということで、前回話を聞いていったところ、大体出たことが鬼武者2をディスったというだけなんです。あ、そうですね、なんか鬼武者2をやるとバカになるということを訴えていると。でもまれに達人を生み出すっていうのも聞きましたね。あの、お兄さんがね、刀作りの達人にもなられてるようですね。で、まあ、質問をしたところの答えでね、はい、どんなことかというので、今野くん深掘っていこうと思います。はい、人生に影響を与えた作品はと、はい、鬼武者2、はい、朝まで語れるくらい好きなものは鬼武者2、はい、今一番欲しいものは実力ということでね。でもなかなかなんか自分的にはなんか良さげなこと言ったっぽい気はしてる。良さげなことを言ったっぽい。すげえアバウトなことしか言ってない。どういうこと？ゲータウェイにぽいんですね。そうね。鬼武者について、いや、まあ自分の中で、自分の中でちょっといいことを語った、ぽい。もう先週何言ったか僕は覚えてないので、それはちょっとアーカイブを聞いてくださいということになるんですけどもね。はい、L4 のYouTube チャンネルでアーカイブを聞くことができますので、はい、これまでの放送も聞けますので、ぜひ聞いてみてください。はい、はいはい、ではその質問の続き、はい、行ってみようと思います。はい、では最近嬉しかったこと。嬉しかったこと、当たった。当たった、はい、と、これは何が当たったんですね。これはなんかあの NCT っていう、あの K-POP ですね、 K-POP のアイドルがいるんですけど、男性グループが、それのコンサートチケットが当たったと。お、はい、男性グループ、韓流の男性グループのチケットが当たった。チケットが当たったんです。日本のコンサートですよね。そうです。東京ドームで今度やるんですけど、あれいつだったかな。いつか忘れちゃったんですけど。いつか忘れちゃってた。チケットもう過ぎてたりしない？当たった当たったで終わってるみたいな。大丈夫です。それは大丈夫です。なんか友達が、あの、当ててくれたんですけど。はい、なんか好きだったのそこ？そうですね。なんか見てみたくて、すごいすごいっていうことはずっと聞いてたんです。それはない。歌を見たいの。ライブがすごい。ライブを見てみたいです。うん、演出がすごい。演出がすごいんじゃないかな。何がすごいのか分かんない。何がすごい？知らないの。今まで行ったことはない。ないです。なくて。で、あの、まあ、やばいよと、K-POP やばいよと、はい、なんか、まあ、お金をかけてね、東京ドームでライブやったりするアーティストたくさんいますけど、K-POP やべえよということで、情報がやべえよしか入ってこない。二昔前の若者みたいなのは、やべえよ、K-POP やべえよって、それはもういい意味か悪い意味かもそれは分かんない。どういうこと？とりあえずなんか興奮はしてるんだね、当たったことにね。だから K-POP がやべえから見に行きたい。やべえから見に行きたいです。そのバンドじゃなくても他のもやばいってこと？なんか そのバンドがやばいわけじゃない。その人はそのバンド、そのグループの、あの、まあ、ファンクラブみたいなのに入ってるんですけど、それがやばいらしいです。なので他のグループは分かんない。他のグループがやばいかは分かんない。やばいかは分かんない。そのバンドは今野さんは聞いたことはあると思うんだ。一応あります。一応それなりにふわーっとは聞いたことあるんですけど、好きなわけでもないよね。そうですね。ただそのまあやっぱりなんか前回も先週もちょっとなんか言ってたんですけど、それやっぱりなんかインスピレーションを得るのに、なんか東京ドームって大きい舞台でやってるコンサートとか見るのってすごい大事かなっていうのもあって、やべえっていうなら今まで東京ドームのコンサート自体は行ったことはなんか他のアーティストとあるんですか？他のはないですね。初東京ドーム、多分初、そうですね、初だと思います。はい、何、外野席内野席、わかんないです。まだ聞いてないです。当たったというアリーナっていうのはあれでしょ、なんか地面そうです、地面で、地面でしょ。で内野、内野席、外野席っていう、ね、どっちにステージがあるかよね。はい、なんかセンター側にあってバックスクリーンに映しながらやるのもあるしね。はい、なんだろう、なんですかね、あれはどっち側っていうんだろう、あの水道橋に近い方はどっち側っていうんですか？分かんない、東京ドームの中身がどっちか分かんないから。
ステージがある側とかならわかるよ。Gロストの。なんだろう。ステージは多分ステージは多分内野側に立ってるんですよ。で外野側がお客さんが、うん、で一番外野側の多分1階のアリーナ。アリーナじゃないです。アリーナじゃないんだけど、一番外野側の1階の席が、うん、多分サンドの前の方にいるってことだ、ね。そうですそうです。ネット際だ。そうです。でネット外されてるんで。ネット外されてんの？コンサートの時はネット外されるめっちゃ暴動起きやすいじゃん。ネットが乗り越えられちゃ う野球の暴動じゃないの。あれそんな取り外しできんのネットって見たいですよ。うっそ取り外しされてますよ。よく写真そうなんだ。そうですね。ライブの時は外してます。シャッター一つでウィーンって開くのかな。いやどうなんすかね。どうしてる一個一個手作業で外すのあれすごい手がかかってますね。それそう、まあでもなんかバイト君が外すのかな。そうだと思いますけど、ね、昔バイトしたことある。あ、そうなんですか。なんかコンサートの搬入とか、はい、なんか大変朝行って次の日の朝までとかね。いや、そう、やばいって聞きますね。何十人ぐらいの人がバイトくんってバイトヘルメットかぶってわーって行って、はい、何百人下手したら何百人って大変、うん、すごい規模でも工事現場みたいなことやってるね。はい、それででもよく怪我せずにバイトくんたちを雇ってやらせますよね。あれ多分危ないと思うんですよ、やっぱ素人がいい、うん、だからもう物持たせるとかね、そんな大したことさせないもんね。話してるのはトビさんとかが話してるから、ね、なんかもう俺あそこ行ってる時に、うん、これめっちゃサボれんじゃないと思ったことあんのよ。それもうこなんで野球場とかじゃない。野球場で何十人っていう人がいてバイトくんはヘルメットかぶってるの、なんか、はい、赤とか青とかの、はい、赤いヘルメットはなんか照明係とか、はい、青いのはなんか設置係とかいて、はい、でなんかなんならちょっとトイレ行ってきますって言ってもうあれじゃん、野球場の中のトイレ行くじゃない、はい、で終わりの時間まで寝てて出てきても絶対バレないよ。あんだけ人いるからバレないって。だって誰がバイト君か誰も分かってないじゃん。もうこれめっちゃサボれんじゃないのかなと思いながらやってたことある。サボれますね、何人かはね。朝一で行って帰るまで寝ててもいいみたいなね。うわ、ただ作業が早く終わったらもう全然帰れないけど、うわみんないないみたいな。一人閉じ込められてる。予想外に早く終わってるって。それやばいっす。いやでも、うん、でも本当すごいと思いますよ、うん、あれ搬入とか搬出する人たち、うんうん、ホームクラスのすごいだろうね、うんうん、ね、それを見に行ける。いつ何月何月の来月なのか今月だったらもうそろそろなのか。今月終わりそうだよ。終わりそう。いつなのか。それ分かってないの。すごいな。来月頭ぐらいだったかな。それ友達と行くん。そう、友達と行きます。じゃあ来月の頭その日に撮影入れよう。ハブリハブリ作戦。チケットをちょっと吉本にあげて。はい、吉本さんが行くんですよ。感想だけ、うん、後でなんか感想も出すから。俺は遊んでくるよ。見させてくださいよ、僕に。知らない。DVD かかってくれ。せっかく、ね、DVD 貸したら、それは、まあ、わかんないです。買うかどうかわかんないんで、やっぱ見たいっすね、生で。いや、俺も東京ドーム、ずいぶん長いこと行ってないからね、ライブ見に行きたいね。うん。なんか、やっぱ、なんか、行けたいなと思って。なんかイメージのパワーとシャワーと、そうですパワーとシャワーと受けたい。一流のアーティストのオーラをなんか受けてみたいなと思って、うん、これやっぱ譲れないですね。ね、大事だね。はい、それが嬉しかったことですね。はい、嬉しかったこと。じゃあ次ね、行ってみたい場所は、行ってみたい場所、はい、先週は何もないから今考えておきますと言った。そうあの何もなかったんですけど、この間あのその2週間前、はい、あののラジオではあの吉久さんがあの世みたいなことをちょっとポロッと言ったじゃないですか。ポロッとポロッとあの世とか、ね、もう出ちゃったみたいな。そうあの世が出ちゃったじゃないですか。ポロッと出ちゃったポロッと出ちゃったじゃないですか。その出ちゃったあの世がなんだ。その出ちゃったあの世が僕の、うん、ポロッと出たあの世が僕の頭にずっとこう乗っかって。ポロッと出たのが頭に乗っかっちゃってた。そうマジで。俺のポロッと出たのがずっと頭乗ってる。ポロッと出たあの世が頭に乗っかり続けてて、そうなんです、そこに乗っかり続けてて、うん、もう俺は何だろうと。俺は何だろう。何だろう。何か分かんなかった、はい、頭に乗ってる俺のポロッとしたものが、はい、
今よくよく考えた結果、うんうん、あ意外と自分行ってみたい場所あの世かもしれないと。マジで？死んじゃうじゃん。そうなんですよ。じゃあ行ってみようか。怖いな。まずこの2階から飛び降りてみて、行けるかどうか試して、ダメだったら3階に行って。なんかそういうこと言われる気がしてたんです。3階で何階からちょっとあの世見えてくるかなっていう。来るかな。順番にチャレンジ。意外と6階でも見えないで、まだ見えませんみたいな。でも、いや、怖い。でそうやってなんか今すぐ死ねばみたいないう風に言われてる感じがするんですけど、死ななくていいね、あの世だけ見てくれば、一旦戻ってくればいいかな。戻れるか分かんないじゃないですか。じゃあ10階から飛び降りてあの世見えましたって戻ってこれなかったら僕どうするんですか。もう戻ってこれなかったらもう僕らが行くまで、あの世に行ったんだなって思う。夢かなってよかったねみたいな。ね、俺も多分40年くらいに行くかもしれないから、それまでちょっとそんなに生きるつもりなの。もう40年くらい行きたいですね。マジで80前後、うん、すごいですね。だからその時ちょっとなんかあの世のいい場所でもちょっとピックアップしておいてくれればね、うんうん、なんか僕は僕が死ぬこと前提にあの しゃべられるとちょっと僕あの怖いんで、心弱いの。弱いの、メンタルが弱いの。やられちゃうんですよ、ね、そう。いや死なずにあの世にご方法を見つけないとだ。そうなんですよ。そう本当まさに生きたまま行く方法を知りたいのか。そうそう、あの、うん、いや戻ってきたいんで。糸がギリギリのバンジージャンプを何回も続けるみたいな。うわっ、あーなんか見えそう。でもそれ見えそう。ちょっと鼻こすりましたぐらいの。うわーなんか見えそうだなそれ、うん、スレスレ体験、うん、スレスレ体験。そうっすね、さスレスレ体験みたいなもんだと思います本当に。なんかあの世を見てみたいんですよなんか、うん、はい。なんか丹波哲郎さんの映画の大霊界っていうのを見たらいいんじゃない。大霊界知らないでしょ。分かんないです。なんですか、まあね、昔大御所の丹波哲郎という有名な俳優さんがいたんですよ、はい、でその人は、はい、なんか霊界を見ることができるっていう、まあ、霊能力がすごい持ってますという売り込み で、はい、でどんどん言ってて、でそれを映画にしましょうってなって、角川かなどっか忘れたけど、はいね、大霊界っていう霊界の世界を映像化した映画がある。はい、あそうぜひ見てください。大霊界2まであるから。いやちょっとどういうことって思う。大霊界って2って続編って何って。なんか増えたの世界。天国と地獄とかなんですかね。どうなんだろう。気になる。あの世に行くと食欲がなくなるみたいなこと言ってた。あそうなんか、うん、ちょっと見ても見てみます。参考にはしていますけど、食欲なくなるって。でも死ななくなるから。うん、食欲と睡眠欲がなくなって性欲が高まるんだ。性欲が高まるんですね。いやーって女の子が連れ去られてる。そんな映画だったの。何それ。冒頭が確かそんな感じだったのを覚えて、あんま覚えてない。なんかギャグっぽい曲が思いますね。怖いな。見てみー、すごいから。ちょっと芸能界の大先輩だから、もう丹波哲郎先生だから。丹波哲郎さんって俺ですよね。 G メン75のボスやってて。丹下断平は違うよ。丹下さんで、丹下さんで来ましたっけ。丹下さんもやってる人が多すぎて分かんないけど。そうなんです。全然多分違うと思う。全然名前、分かんない名前しか出てこないけど、なんか違うと思う気はしました。本職知ってる芸能人誰。いや分かんない。知ってる芸能人最近の人ばっかり。そうっすね、最近の人ばっかりだし、最近の人も下手したらしな。すごいね。なんかこの間も吉久さんにちょっと言われたんですけど、なんかなんだろう、あの外遊記ゲットの監査の役、僕今やらされてるじゃねえ。やらせてもらってるじゃないですか。すいません、本当にやらせてもらっていて、なんかその魅力を出せ、個性を出せっていう感じだったんですね、この間撮影現場が。それで、まあ、僕なりにこうね、あの久々にエールが復活した、うん、これ言って大丈夫ですか、うん、エールっていうね、仲間の狐が復活して、うん、でうおーって喜びに満ち溢れて久々の再会みたいな、うん、そうシーンで、あのなんかこういろんな引き出しとか知識をね使えって言われたんですけど、あの吉久さんに、うん、もう全然僕知識ないです、わかんないですって全部言ってたら、吉久さんが芸能の何を知ってんのって言われて、ちょっとぐさっと来たのも、まあ、確かにその通りだなと思って、勉強しなきゃいけないなと思ったんですけど、すいませんできてません、ごめんなさい。もう吉本なんてもうね、何でもかんでも知ってるからね。いや僕もすごいからね。時期はすごいですよね。欠落してる時期があるんですよ。欠落してる時期があるんなんだそれ、欠落してない時期から行けよ。あの意外とね、2000年から2010年くらいは本当に何も見てなかったんですよ。何の意外だそれは。何が意外なの。その割と最近の方じゃないですか、うん、
こっち東京来てからそのなぜか見なくなったんですよね、いろいろと。だからアバターとか見てないですよ、有名なことだと。あ、映画？そうなんですまさかのアバターで来たよ芸能人の話かと思ったらアバターって。そうだから、アバターの主人公は誰だ？知らないです。知らないのか？誰だ？ですか？いや、わかるです、僕も。サム・ワシントンじゃないの？サム・ワシントン。それも知らないでしょ。それも知らないです僕はその辺全然わかんないですけど。え、サム・ワシントンは知ってますよね？知らない。知らない、知らない。吉本さんも知らない。この程度の劇団員ですよ別にそんなに吉本さんも大して知識があるわけじゃないのかもしれない。そう、わかんない。いや、その作品見ててもね、あの名前がね、どれが誰だっけみたいな感じで結構なってる、まあ、あー、なるほど、なるほど。あ、この顔見たら、あ、この人か、あそこにも出てたはあるんだけど。アバターを作った監督は、あ、なんだっけ、あれとかすごい有名な人だったのを覚えてる、黙るとあれになるからね、はい、事故に、すごい今止まっちゃったもう聞いてる人みんなもどかしい、はい、あ、すげー。ターミネーターを作った監督は、あ、振られると出てこない。スターウォーズを作った監督は、ジョージ・ルーカス誰だったっけ。ターミネーターなんで出てこないんだろう。いや、今野くん、はい、あの、ごめんなさい、僕も今ずっと考えてたんですけど、あの世に行きそうだったんで、この程度の劇団員ですよジェームズ・キャメロンだよ。あ、そうだ、そう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 、僕全然わかんない。もうジェームズ・キャメロンがダークエンジェルのドラマ作ったから、その辺とか覚えてるんですけど、もう名前が出てこないな、もう年だからだよ、名前が出てこない。それはあります、マジで。なんか全然本当にね、あの名刺が出てこない、お店の名前も出てこない、作品名も出てこない、はい、セリフも出てこない、ジャングルも出てこない何もできない、本当にもう頭の回転が全然悪くなっていく、もう大変じゃん、もう、はい、ただでさえ悪いのにどんどん悪くなっていく。40年生きられますか、大丈夫ですか。もう頭は回らなくなるわ、もう指先はカサカサして髪はめくれなくなるわ、最近年を感じますよ、本当に、うん、舌も回らなくなったしね、そう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 何も回らない、もう腰が曲がってくるだけだ、乾燥しちゃってね、うん、はい、ここからもっとひどくなるからね。いや、まあ、老化っていうのはね、もう止められないから、どんどんひどくなるよ。なるほど、まあ、老化を生かす方法とかないんですかね、なんかね。でもそれあるらしいんですよね。あるの？そうなんですよ。なんか老化しないようにするその細胞の研究みたいなのが今されてるみたいなのが、うん、この間ニュースでやってる。不老不死みたいになるやつ。そしたらもうどんどんあの世から遠のいてっちゃうじゃないかよ。遠のいてっちゃうんですよ。だからなんかその、ただ僕はですよ。まあ、あの、ね、吉本さんがさっきあの70ぐらいまで、80ぐらいまで行きたいとか言ってましたけど、僕で行けば120ぐらいまで行きたいですよ。120ぐらいまで行って、生きて、その、あの世を解明、いずれできると思ってるんですね、僕は、うん。いずれできると思ってて、で、なんか、うん、なんかあの世とのなんか、何かが、うん、何かがどうのこうのなって、世の中、今の僕たちが生きてる世の中に、すごくこう、なんか便利なものが生きたりとか、することができるのではないかという、僕は仮説が立っていて。うん、でもね、今はあれだよ、世の中は、どん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 進んで、はい、メタバースに入るようになってる。あ、メタバース知ってる、はい、もう体から抜け出してコンピューターの中に入って永遠の命を得るから、もう魂がね、はい、死ななくなるんだよ。死ななくなる。そう、もう仮想現実の中でメタバースで生きるというムーンショット計画を日本政府は計画してます、はい、それ言って大丈夫ですか。内閣府のホームページに載ってます。あ、そうなんですか、はい、もうみんな知ってること、これ都市伝説書いて。え、そうなんですか。そうだよ、内閣府が全部説明してて、もう何かありますよ、本当に。そういう風になったらもう率先してメタバースに行かないとね、はい、もう抵抗してるだけ無駄だからね、はい、さっさと新しい世界に行って楽しまないと。マトリックスみたいな高画期動画とかね。僕はでもできれば行き来したいです、うん、あの世と、あの世とこの世、あの世とこの世、幽体になると、はい、時空とかね、場所とか距離が全く関係なくなるとは言うけどね。ああ、うん、そういうことは言うんですね、うん、だからここにいて遠くの場所に一瞬で行けて、はい、で別に何だろう、昨日とか10年分とかずっと見てても、あ、なんか、はい、一緒になるみたいな、はい、だから幽霊がずっとその場に入れるのは、うん、時間も場所も距離も関係ないから、うん、いうことで、なんか昔ね、霊能力持って投資、江原さんみたいに、はい、投資ができる人が、はい、なんかそんなこと言ってたね。うん、うん、なんか見てもらったことあるけど、そういうのも、そういうのも、うん、見てもらったことあるんですか、うん、びっくりした今。そう、なんかお部屋、はい、なんかまあ運気の話とかするじゃない、はい、で全く知らないけどお部屋に行くと、はい、お部屋というか、ね、はい、うちのね、はい、部屋の中を覗いてもらったの、はい、めっちゃ遠い場所から、はい、するとこっち側に、はい、なんか
フィギュアが並んでますねって、はい、ガンダムとかね、はい、並んでたんです。でその反対側に、ね、神様がいますねって、はい、でその神様が、はい、なんか向こうのガンダムを見て羨ましがってますと、それなぜかというとガンダムはちゃんとケースに入って埃がつかないなっていうのに、はい、神様って、まあ、ガネーシャ様の仏像とか並べてたんです、はい、そこはもうむき出しだから埃がかぶって汚くなるから、はい、自分たちもケースに入れてほしいって言ってますって言われて、あ、まあ、別にうちに呼んだこと見たこともないんだけど、はい、その人はそう言ってめっちゃ当たってんのね、はい、だからそれ以来ガレーシャ様もちゃんとケースに入れて、はい、なんかするようですよ。やっぱそういうのあるんでしょうね、うん、なんか僕たちもいずれ見えるようになりたかったりとかするけど、なんかその神様を祀った結果運が良くなったとかって言うじゃないですか、うん、それってでもなんか占い師とか霊能者にアドバイスもらった結果良くなったとかって言うけど、それがなんか例えば自分たちのね目だけで見て判断できたり、運を良くするためにあれをこうしたらこうなるとかっていうのがちょっとずつ分かってくるようになれば、なんかもっとこう自分たちで、ね、幸せに、人々が幸せになって自分の感情とかね、その、うん、なんか日々生きてる中でのこうなんか調子を良くすることができるんじゃないかなとかっていうのがなんか僕の中でこう仮説が立っていまして、うん、はい、あのね、なんだろう、まあ、はい、全部仮想の話だからね、はい、信じなくていいんだけど、はい、例えば占いってあるじゃない、はい、占いもいろんな占いあるけど、はい、多分まあ蓄積があって、まあ、僕が知ってる限りね、はい、占いっていうのも多分ね数学に近いんですよ。で数学に近くて全部法則性があって、はい、だからなんだろう、感覚とか霊感でやってるわけじゃなくて、はい、なぜそうなるのかっていうの全部計算で出してる、はい、だからそのために、はい、生まれの星とかなんだろう、名前の画数とか全部がものすごく細かく占うのに必要で、はい、でなんかあの十二星座で一つというのはそのものすごい漠然としすぎてその当たるわけないんだけど、はい、そういうのもあって、でその中の運気っていうのがあるらしいね。すごい嫌なことが起きますって言われるとするじゃない、はい、明日すごい嫌なことがあるから、はい、なんかライブ行かないでって言われてめっちゃ行きたかったけど、はい、行かないって決断ができるかどうかじゃない。あ、でも行きたいんだから別にそんなの信じないよって言っちゃうと、はい、まあそれは自分の判断、でそれもこれにお金をこんだけかけないといけませんよと言われた時にかけれるかどうかじゃない、はい、でそれをかけたら良くなりますよって言っても、はい、結局信じる信じないは自分じゃない、はい、だからなんだろう、運命っていうのが全部あったとしても、はい、結局は全部自分の判断なので、うん、占い師がどう言おうが、うん、それを信じてやるのも自分だし信じないのも自分だし、はい、でその決断する瞬間瞬間が、はい、多分なんかね全部運命として決まってるんだろうなって思うんだけど、はい、例えば僕の知ってる占い師さんがいる、はい、僕の知ってる占い師さんはちょっと偉い占い師さんなんだけど、はい、その人はほとんど 100% 当たるんですよ、未来のことをね、はい、当たるんだけど、そしたらその人の言うことを聞いてればいいことになるのかっていうと多分そうでもなくて、あ、でなんならその人がもう全部未来決まってんなら、はい、じゃあ努力することってなんだろうって思うじゃん、はい、じゃあもう全部未来が決まってんだったら何もする意味がないじゃないと思っちゃうから、はい、なんかあんまり俺占いをそんなに聞かなくなった占い聞いても意味ねえなって、うん、そうですよね、うん、なんかすっごい困ったら聞けばいいと思うんだけど、はい、迷ったとか ね,、はい、ね、それで自分がやれる方向になんか導いてくれてたらそれをね信じてやればいいと思います。はい、だから全部信じてても仕方ないです、はい、なんかあなた絶対に成功しますよって言われても、はい、成功する努力をやめた途端にも成功しないと思うじゃん、はい、その占いを聞いたせいで努力やめちゃったとかね、うん、なるとまた道がそれちゃうじゃん、はい、って思っちゃうのね、はい、なんでしょうね、難しいけど、うん、その辺が未来が見えたら、うん、なんか努力を怠って違う未来に行っちゃいそうな気がするんだよな。自分の人生なんだから全部ね自分で決めていければいいんだよ、はい、どんなことも人のせいにせずに、あの人が嫌だとかあそこが悪いとかね、はい、この会社は何か悪いって言ってるんじゃなくて、はい、全部自分なんだよって思うんですよ、はい、でも選んだ結果そこにいるわけだからって、うん、そこでやってて、そう嫌なことが起きてるのも自分が周りで、自分の周りで起きてるんだったら、じゃあ自分が解決したらいいじゃんって思うんだけどね、うん、難しいけどね、はい、はい、人々の幸せを願ってます、はい、頑張りましょう、はい、はい、そんな劇団です、はい、はい、そう言っとけば何でもまとまるみたいな、ね、じゃあ最後、はい、夢はこのままこのままって言った、このままあの世に行きたいこのまま今夢叶ってる状況、このままあの世に行きたいわけじゃないんですけど、うん、なんだかんだこう自分のやりたいようにある程度できてきたので、うん、はい、でなんかその一時期はすごい自己肯定感を失いかけたこともあったんですけど、うん、自己肯定カイザー俺はカイザーだっていう気持ちがその肯定ですか、自己肯定がなくなった、自己肯定で
自己増票になり始めて今俺増票だよってでもそんな感じっす、うん、そんな感じっすそんな感じっすそう今俺増票だよってなりかけたこともあるんですけど、うんうん、なんかなんだかんだこう自己肯定感をこう結局高める、うん、高めざるを得ないというか、うん、それでなんか自分はなんかこうなんとか持ち直してこう生きてこれて今考えるとなんか結構運が良かったなって自分で思うこととかもあるんですよ、うん、で、なんか今もそのまんまずっと生きてこれてるから結構これって幸せなことなんじゃないかなって思って、はい、まあもちろんもっと高みには行きたいですしもっともっとね夢いっぱいあるんですけど幸せを手にした結果お金を持ったら幸せになれると思ったんだけどなんか幸せを手にすると思いきやどん底に落ちてる人とかいたりとかするし4000万振り込まれて振り込まれて、ね、ネットカジノ使っちゃったみたいなもいたりとかはい、なんかね、僕こんなラジオでこんなこと言っていいか分かんないんですけど、うん、僕ぶっちゃけ4600万振り込まれたらもう返還拒否しちゃうかもしれないですよ僕も、うん、もしかしたらですよまあね、はい、なんならもうどっか別の外交に逃げちゃえばいいのにって思っちゃうよね、はい、一生暮らせる分の額になるからねはい、なんかね、うんなんかこのまんまの幸せを幸せな感覚気持ちいい感覚っていうのを持ち続けながら生きていけたらそのまんまこの状態のまま高みに登っていけたらもっとね豊かになっていけたらいいなっていうのが僕はすごく感じていてそう、それが一番望むものなのではないかと最近ちょっと思ってます、うん、はい、はい、自分も自分の周りの人もね、はい、一緒の環境のままねそうなんですよ、みんなで幸せになれたらいいよね、はい、いや、ほんとそうなんですよみんなね、なんかねなんで怒んのか分かんないんですよいや、何の話か分からないけど怒るときは人は怒るいや、怒るときは怒るんだけど怒るときは、いや、怒らなきゃいけないときもあると思うんですけどなんか、もちろんね、その人の感情でイラッとくるときとかねいろいろありますよその状況とその時の人の環境でねだけどなんか一旦その怒ったりイラついたりするのをちょっとこうなんか考えを変えてみたら笑えるじゃんとか思うんですよね僕なんかもうヘラヘラしててもいいから笑ってたいですよ常に周りの人たちと僕はだからなんかそういうのが嫌いな人もいると思うんだけど僕はなんかそっちの方が幸せでなんかそっちの方が笑いながら人殴るってなかなかないじゃないですか。怒ってたら大声出しながら怒鳴りながら人殴る、物に当たるとかっていうのはよくあることだけど、笑いながら人殴る人ってなかなかいないじゃないですか。笑いながら殴ってたら最強の男だね。そうなんですよ。おらーおらーみたいなね。おい、どうしたどうしたこれ、おい。そう。で、なんかやっぱりこう、なんだろう、仏教とかにも言われてるんですけど、うん、そのなんか、悪いことはなぜしちゃいけないか。それは後で自分が苦しむからですよ、とかって言ってるんですよ。うん暴力も同じようなもんだと思ってて、なんか後で、なんか相手を痛めつけたらかわいそうなことしたなとか、大概の人は思っちゃうと思うんですよね。だからそういうのが、そもそも起きないようにすればいいじゃんとか思ってて、なんか怒る意味がわからないとかって僕は結構思っちゃうタイプなので、その、うん、なんか、怒るときは怒るんだけど、わかるんだけど、そう、できれば笑ってたいよねって思うのが、なんか僕なので、なんか、そういう雰囲気のまま生きてたいなって、うん、そういう人たちを周りに置いてたいなって僕は思ってますね、うん、それです、はい、はい、そういうことですじゃあそんな感じではい、はいはいはい、じゃあ笑っていたいということで夢はこのままの今野君でそうなんですよ今のままでそうなんですよナンバーワンにならなくてもいい、はい、いやいやナンバーワンじゃないってそういうもっともっと特別なオンリーワンオンリーワンみんな違う世界に一つだけの今野君でそうですそうですというのが夢ということでねはい、はい、時間なのでそうそう終わろうかと思いますがいやすいませんなんか盛り上がりにかけてしまって申し訳ないですはいこんなこんなで劇団アメーバプロジェクトは、まあ、また、いつでも、はい、メンバーを募集しておりますので、はい、ぜひぜひ皆さんもこんなダラッとした人たちと一緒にねお芝居で高みを目指してもらえればと思います高み目指しましょうはいじゃあ、はい、じゃあまた2週間後にお会いしたいと思います、はい、どうもありがとうございました、はい、ありがとうございましたバイバーイ悲しみのない世界めんやく涙が君の光奪われても闇を切り裂く剣になろう力なく
ことの光は何かを生むのか、争いのループに飲み込まれてたら行くだけ。それぞれの欲望に突き動かされ、人は落ちてく。誰が湧くまで、誰が停止か、永遠願いをこの右手ににじませて、悲しみのない世界描く。涙が君の光奪われても、闇を切り裂く剣に。枯れるまで叫んでから。